なぜ怪談心霊話の見え方は細々と違うのか。どうも、真空斎藤です。ということで今日は、いろんな怪談話や心霊体験の中で幽霊の描かれ方、描写というのが細々と違う理由について、まあ一部にはなってしまうと思うんですけれども、お話できればいいなというふうに思っております。というのもですね、先日ちょっと友人から見せていただいた心霊写真をきっかけに、これってこういうことなんじゃないかなっていう考察をしたんですよ。その結果、あ、なるほどねと結構その場で満場一致でなんか納得することができて、ってことはこれ派生させていくと心霊話とかっていうのの辻褄が合わないよっていう出来事、いろいろとこの理論って修正できるんじゃないっていう風な感じでなんか説明できたんですよ。なのでそれをちょっと皆さんにお届けしたいなというふうに思いますんで、まあ雑談程度に聞いていただければ嬉しいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。なぜ見え方が違うのか、そのことについてお話ししたいと思います。皆さんですね、冒頭言った通り、怪談話とか心霊話で幽霊が浮遊していて我々の近くに来て話しかけてくるんですよ。亡くなったお父さんがおじいちゃんが枕元に立ってお話ししていたんですよという話もあれば、首をつった霊を見たことがあります、血まみれのお侍さんがこっちに向かってあーっと走ってきたんです、そういうタイプの怪談話もありますよね。かと思えば胸がすごく苦しくなって涙が溢れ出てきてしまって助けてという気持ちになってしまったんですっていう、自分が何かに乗っ取られてしまった、こういった体験もありますよね。なぜ様々それぞれ違うのか、幽霊ってこういうものなんじゃないのっていう風な、考えがあれば、それって解決できるわけじゃないですか。で、僕のチャンネルっていうのは幽霊っていうのがどういうもんだよっていうのを皆さんに知っていただけたらなという気持ちでお送りしてるチャンネルなので、そういったところがねやっぱり深掘りしないといけないし、徐々に解決していかなければいけないなという風に切に思っているんです。そして一つ、まあまず言いたいのは、幽霊ももともと人間であると、幽霊と人間というのは別に別個のものとして、例えばライオンと犬とかそういう風な別個で考える必要はなくて、人間と人間同士、ただ存在というものがちょっと違うんだよって、肉体がある状態とない状態とっていうだけの違いなので、もともと人間であるという以上、人間っていうのは属性とかっていうので分けられない表面的なものではないものなので、その表面的ではない側面っていうのを幽霊も持っているから、伝え方だったり、我々生きている側のキャッチの仕方だったりとか相性だったりとか、そういうもので体験っていうのはこまごまと変わってくるんだよというのは大前提です。人間だからさというのが大前提である上で、これからのお話を聞いていただければいいなというふうに思います。実はですね、先日、まあ、友人との食事会みたいなところで、ある心霊写真を見せていただきまして、というのがなんか写真にドクロが写っている心霊写真だと。で、この心霊写真を撮ってしまった女性の方が、もう助けて助けてというふうなことで、もう泣きわめて苦しくなってしまったと。で、これが死神なんじゃないかとか、これに呪われるんじゃないか、実はここを撮ったのはもともと処刑場で、その処刑場というところでなんか変なお化けの悪魔みたいなものを見ちゃったんじゃないかっていう風な疑念でずっといたらしいんですね。でもこれじゃあ何なんだっていう風な話になってくると、実はですね、僕の中で一個の仮説があるんですね。というのが、ドクロの幽霊っていないんですよ。これはなぜかというと、自分の白骨の姿っていうのを見たことがないんですよね。人間っていうのは、自分の生まれ生きた証、生きた状態の姿しか幽霊となって具現化することができないので、すなわち生前記憶にない自分の姿というのは再現することが不可能なんですよ。例えばずっとガリガリだった人は太った自分の姿を死後に再現することは不可能だし、ずっと太ってる人っていうのは死後に痩せるっていうこともまあ不可能なんですね、そのシルエットとして。だとすると白骨の状態ってまあ 100% 死んでますよね。あのバットマンのトゥーフェイスみたいなのもいるかもしれないけど、ほとんどの人はまあもう本当に大半の人は自分の骸骨っていうのは見たことないわけですよ。他人の骸骨は見たことあると。ということは、幽霊そのものが自分の白骨死体の状態を再現するというのは不可能なんですよね。なので、この目の前にいるのは幽霊そのものが目の前に現れて助けてという風になったわけではないと。じゃあ死神なのか。いえいえ、死神というのは全世界共通で、まあ本当に真っ黒な姿として描かれていることがほとんどなので、骸骨になって鎌持ってウェーみたいなのっていうのは実際問題、その死神としての象徴として存在するものでもないし、まあ僕自身もおそらく死神かなっていうのを見てきた体験の中で、そんな骸骨姿で鎌持ってっていうのを見たことはないんですよね。だとすると死神でもない。じゃあこれは何を見ているんだっていう話なんですね。この骸骨っていうものが、実はね、この心霊写真が
撮った写真の明るさみたいのを調整したら骸骨が見えたぞっていうんだって、もともとは骸骨なんか写ってないんですよ。でもそれに撮影者の女性は気がついたんですね。これ写ってるよということで、あ、なるほどねということで、本当に変えたら骸骨が写っていたと。じゃあなぜその方がここに骸骨が写っているということが認識できたのか、そしてなぜ骸骨が写ったのかというのは、おそらくそこで骸骨を見ていた人の記憶というものがその中に入ったからなんです。そこは処刑場であった。次々と殺され、おそらく死体は野放しにされていて、ノミとかね、虫みたいのがバー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 散乱していたでしょうっていうところで、次に殺されるのは私だというふうなことで、私の番が来るぞ来るぞ来るぞ、やだ死にたくない、助けて助けて助けてっていう中で、目の前に広がるのは先に殺されていた人たちの白骨死体がガーッと広がっている。怖い。骸骨がゴロ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 転がっている。怖い。自分も次はああなるんだ。こういった思いをキャッチしてしまって、実際その場で最後の記憶が怖い、死にたくない、助けてっていう人たちの思念が自分の中に入ってしまった。それで苦しくなってしまった。だからこそその人の目の前に広がっていた景色を自分の写真で撮れてしまったし、それに気づいてしまったんだと。これをですね、残留思念というんです。まあ、おそらく聞いたことある人はほとんどなんじゃないかなというふうに思うんですが、残留思念というのはそこに残っている思念ですね、思いみたいのが残っているんです。で、これがおそらく殺人殺害現場みたいなところに残っていて、心霊現象みたいなことを起こすっていうもののほとんどです。実際問題、自分たちが死にました、お化けになりました、死んだってなった時に、自分の記憶の中にある思い返せる好きな場所に行けるってなって、よし殺された場所行こう、心霊スポット行こう、なんないですよね。病院行こうとかなんないですよね。大体は楽しかったところ、家族、恋人、友達と思い出があったところに戻るじゃないですか。ってなってくると、そういった場所に幽霊っていうのがいるっていう方が、まあ、ちょっと辻褄が合わないというか、幽霊という存在がいるのであれば心霊スポットに幽霊がいるというのはおかしくないっていう、ここ実は矛盾が生じてるんですよ。でも心霊スポットって心霊現象みたいなものってものすごく起こるじゃないですか。しかも心霊スポットで起きる心霊現象って多種多様なんですよ。人が映っているだけじゃなくて、足が消えているとか、変なものが映り込んでる、例えば骸骨だったりとかね、とかそういう妙な心霊現象がたくさん起こるんですね。これは何ぞやっていうと、そこに残っている残留思念、そこで亡くなった人の思い出、記憶というのが頭の中に入ってくるんですね。心の中にグッと入ってくるんです。なのでそれを映像として映してしまう、念写してしまう、その残留思念の念の字を映すと書いて念写してしまうっていうのが、心霊写真、心霊映像につながってくるんです。だからみんなが大好きなあの場所っていうところよりも、心霊スポットの方が妙な写真が撮れたり、妙な映像が撮れたりするんですよ。まあ、だからみんなそういうところにエンタメとして行ったりするんですけどね、なので心霊スポットでみんなが見ているものっていうのは何ぞやっていうと、大概の場合は残留思念が見えているんですよっていう話になってくるんです。では残留思念というの、人間の魂、幽霊みたいなものっていうのは一体何が違うのか、それはまあ後々今週別の曜日であげたいなというふうに思います。残留思念、実はお化けよりもよっぽどやばいんです。これが本当に気をつけた方がいいところだし、僕がまあ仕事とか大きな何かがない限り、めったに心霊スポットに足を運ばないっていうことにつながってくるんですけれども、なんでこういう自宅の安全なところでね、のんべんたらりと喋らせていただいているのはそれが理由なんですけれども、なぜ心霊スポットにある残留思念がやばいのか、それについては今週別の動画で触れるので、そちらもぜひご覧になってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもね、心霊スポットには容易に近づかないでください。そして他人の記憶が入ってきたな、乗っ取られてしまったな、変なもの見たなってなっても、そこに感情移入し続けないようにしながら、素敵な生きるライフをお過ごしください。最後にちょっとヒント言っちゃった、ぜひ後半も見てくださいね。またお会いしましょう。バイバイ。ゆうたろうです。はい、どうです。金城です。ウォーリーズジャパン。すごいね金ちゃん。ここでしょ。家に黒リボン、葬儀の時につけるリボンですね。ダメだよ、これ。いやー、湯気が。めちゃくちゃうまいな。イエーイ！フレッシュだね。おかしい。